はい、こんにちは。それではですね、今回の動画ではですね、ま僕が運営してます株のオンラインサロンがですね、まついに1周年記念ということで、ま昨年のですね、7月1日からですね、参加の募集をさせていただいているんですけども、ま現在ですね、まちょうど1年ぐらい経ちまして、883名の方がですね、ご参加をいただいているという状況になります。 で、えー、本当にですね、いつもたくさんの方々に支えていただきまして、ありがとうございます。今回のね、動画では、はまあ、この1年でですね、結構このサロンの内容とかですね、えーまあ、メンバーさんも当然変わっているんですけれども、まあ、そういったところで現在の内容というか、どういったことをやっているかみたいなところをお話しして、それからですね、また新規参加のですね、クーポンも発行させていただくというような形でアナウンスをさせてもらえればと思っております。 で、えー、まあ一番ですね、えー、この僕がこのサロンでやりたいことっていうのが、はまあ二つあるんですけれども、やっぱり一番はですね、この株の友達を作ろうということで、まあ僕もそうなんですけども、株のことをなんか気軽に話せる人って、えー、そんなにいないんですよね。あの、例えば兄さんとかあですね、えー、そういうので、えー、オルカンやってるよとかね、あの、 トビックスとかね、そういった、えー、ETF とかね、そういうのを積み立てでやってるっていう方はいると思うんですけども、結構ね。ただ、株の、例えば個別株とかをですね、あのー、 まあ、トレードしてるよとかっていう人って、周り見てもそんなにないと思うんですよ、皆さんね。なので、えー、そうなると、なかなかこう株のことをですね、えー、普通に話せる人っていないなっていうところで、僕も実際そういう状況でしたので、えーまあ、こういったね、オンラインサロンを作らせてもらって、えーまあ、日本中にですね、えー、そういった輪を広げれればなというふうに思っているというところですね。 それから、まあもう一つはですね、トレードスキルを上げるっていうところで、僕自身もですね、自分がやっていること、トレードの内容っていうのを、こういうコンテンツ、動画とかを作ることで、自分でも振り返りとかですね、再度認識を深めることができていますし、まあ、コンテンツを見ていただいている皆さんもですね、より理解を深めることができるかなというところで、トレードスキルを深めるようなね、そういったコンテンツもたくさんご用意をしていると。 まあ一つですね、このコンセプトがありますよっていうことです。で、この株友達をね、えー、作ろうということで、実際に今どういうことやっているのかっていうのをザラッとね、お話しすると、まあまずはですね、えー、メディアブルっていうところで、えー、まあオーナーサルやってるんですけども、えー、各種トークルームですね、もうトークルームも非常に今たくさんありまして、まあそれぞれですね、えー、内容ごとにですね、分けているっていう形になります。 それから、あまあ、オフ会ですね。えーまあ、これは実際にお会いして、まあ、飲み会、ご食事会というような形で、えー、もうすでにたくさん何度も開催をしております。で現状ですね、東京、大阪、福岡、あで名古屋があ7月にですね、初めて開催をさせていただくと。 いうような形で、えー、大阪も7月やります。で東京はあ、まあ、僕もですね、東京に住んでおりますので、えー、もう毎月ですね、頻繁にやっているというような形になりますね。で福岡も5月にですね、初めてやらせていただいております。まあ、今後もですね、オフ会の頻度というところもですね、えー、定期的に各都市でですね、できたらなというふうに思っておりますので、えーまあ、リアルの場でもですね、友達作りたいなという方はぜひですね、えー、参加いただけると嬉しいなと思います。 それからオンラインのところで行きますと、ズームですね、を使った夜会というような形で、毎日ですね、本当にこれ毎日やってるんですけども、土日もね、22時からですね、スタートで40分間。まあ40分間がですね、自動で切れるようにズームっていうのはなっているので、必ず40分で終わるというような形でやっております。 それから最近始めたのが昼会ですね。これも毎日なんですけども、11時半からですね、スタートしております。まあ、これもですね、えーまあ、平日であればですね、えー、ちょうどお昼休みのところになると思いますので、えーまあ、昼休みに皆さんでいろいろお話をするというような感じですね。まあ、現状夜会ですと、だいたい4 50人ぐらい、最低でも4 50人ぐらいは参加していただいていて、昼会だと15人から25人と、そのぐらいの人数かなと思います。 はい。まあ、その他ですね、えー、LINE のオープンチャットを使ったりとか、ディスコードを使った、あ、まあ、メンバーのね、方々が作られた有志のコミュニティっていうのがたくさんありまして、えー、まあ、僕も全部ね、全然把握しきれているわけではないんですけれども、そういったところでですね、え、例えばオフ会で会った方々の中でですね、え、お話をしたりっていうような感じでされているようです。 はい。で、トレードスキルを上げるよということで、どういったコンテンツあるかということなんですけども、まず分析ライブの方ですね。まあ、YouTube の方でも、おまあ、たまにですね、えー、週に1回2回やらせていただいてますけども、まあ、それを木曜日20時ですね、オンラインサロンのメンバーさん限定で、えー、これは基本的には必ずやっております。 それから、内容別の動画コンテンツということで、これも100本以上ですね、今動画ありまして、で、毎週ですね、最低でも1本は必ず追加をしております。 で、えっ、ー、と、これはですね、えーまあ、コースごとですね、参加コースごとに見れる範囲っていうのは異なるんですけれども、まあ、非常にワンポイント、ワンイン集でですね、1本作っているので、だいたい1本が 10, 10分いかないぐらいっていうふうに思っていただければと思います。なので、えー、非常に見やすい形で、後から振り返りもしやすいような形で作っております。 それから、えーと、僕のデイトレイのですね、振り返り動画っていう形で、えー、これもですね、週に、まあ、数本ですね、出していりますので、こちらも一般メンバー以上に公開をしているというような形になりますので、特にデイトレイドとかですね、トレードの参考にしていただけるような動画を作っております。 それから明日の注目銘柄ということで、これは毎日、まあ毎日というか、まあ翌日ですね、場があればですね、その日はすべて注目銘柄を出しております。それからピックアップ銘柄ということで、こちらはスイング目線ですね、ちょっと中長期的に長い目で見てくださいというような銘柄で、週1でこれは配信をしているというようなところです。 それから月に1回ですね、オンライン勉強会という形で、まあ、こういった感じでですね、スライドを使った勉強会、まあ、セミナーみたいな感じとね、思っていただければいいですけども、オンラインセミナーという風な感じで月1で1本、えー、作成をしております。 はい。ということで、えー、今ですね、4つプランをご用意しておりまして、えまあ、無料で参加いただけるフリープラン、それから一般のメンバーさん、それから、VIP メンバー、それから SVIP メンバー、今4つですね、えプランをご用意しております。で、どう違うかっていうのはたまにご質問いただくんですけども、まあ、簡単に言うと、無料プランの方はですね、とりあえずお試しという形で、えと、先ほど言った、木曜日のね、分析ライブとかもですね、ご視聴可能ということです。それからトークルームも、一部ですね、 え、参加いただけます。で、一般メンバーの方は、まあ、株のことを知りたいなとか仲間を作りたいなっていう方は、一般メンバーからですね、参加をされる方は非常に多いかなと思います。 で、もうちょっと深くですね、スイングトレード、デイトレード、どちらもですね、えー、やっていきたいなと、勉強していきたいなというか、えー、いう方はですね、え VIP メンバーが、あおすすめという形で、えー、結構ですね、VIP メンバーが一番、あのー、人気といいますか、え構、ー、結構ダントツで VIP メンバーの方が多いです。一般メンバーの倍以上、倍ぐらいですね、え VIP、ー、メンバーがいらっしゃるというような感じなので、結局一般で参加されても VIP に、まあ、移行される方は結構多いです。 それから SVIP メンバーの方ですね、えー。こちらはザラバーのライブですね。僕があのライブ、ザラバーでですね、トレードを実際にあのしている様子、まあ様子っていうか、あの、どれにね、あの、エントリーしているかっていうのは法律の関係でそれは、えー、のお伝えできないんですけれども、ザラバーの雰囲気っていうところですね。そこをお、まあ、ライブでやっていますので、それに参加していただく。まあそれから1対1でですね、ご質問、ご相談などですね、えー、させていただくっていうのが SVIP メンバーになります。 ちょっと表にしますとこんなような感じになるんですが、はまあ、ちょっとこれ説明するとすごい長くなってしまうので、えー、もうちょっとわからないところとかありましたら、えー、またコメントとかでですね、えー、聞いていただければなというふうには思っております。まあ、あ先ほども言ったように、今動画コンテンツが結構メインにはなってくるので、ウィップメンバー以上の方はすべての動画を見られるような形になっていますし、一、ま、般、あ、メンバー以上の方でもですね、100本以上は動画コンテンツありますので、まあ、結構見るのに時間がかかるかもしれないですけれども、 まあぜひですね、えー、ゆっくり見ていただけると嬉しいなと思います。はい。ということで、今回ですね、1周年記念ということで、新規参加クーポンをですね、また久しぶりに発行させていただきます。えっ、ー、と、一般メンバーと VIP メンバーに限りなんですけれども、新規参加の方ですね、2ヶ月連続で40%オフというような形で、えー まあ一番今まででは一番いい、まあ、内容のクーポンになっているかなと思いますので、まあぜひこの機会でですね、ご検討いただければ嬉しいと思います。7月1日からですね、7月7日日曜日までの1週間限定で、 え、このクーポンが有効というふうになっております。クーポンコードに関しては1、1ともし、1ともしですね、1tomoc、これを入力をしていただく必要がありますので、えっと、参加したら自動で割引されるわけではないので、えー、クーポンコードの入力画面のところね、えー、参加値に出てくるので、忘れないようにお願いいたします。 株が好きな方、それから株のね、友達っていうのを本当にね、あの、全国株、あの、とりあえずしている方たくさんいらっしゃいますので、そういう友達を作りたい方のご参加をお待ちしております。はい。で、参加方法最後なんですけども、メディアブルというですね、プラットフォームを使わせていただいております。で、YouTube の概要欄、もしくはですね、す、えー、に登録していただいている方もいると思うんですが、公式の LINE。 え、やってます。えー、こちらからですね、参加のリンクに飛んでいただければと思います。で、PC、それから、スマホの方はですね、専用のスマホアプリ、メディアブルが出してますので、そちら、ダウンロードしていただいた方がご視聴しやすいかなと思います。ちょっとブラウド、ブラウドだとね、動画の読み込みが微妙っていうところがあるみたいですので、え、アプリダウンロードしてください。 えっ割引クーポンはですね、参加時に入力した場合のみ適用となりますので、えー、ご注意ください。 参加後ですね、えー、どこを見たらいいかわからないっていう質問たまにいただくんですけども、えっ、ー、と、フリートークですね。昔はちょっと無料メンバーの方はフリートーク開放してなかったんですけども、まあ今は、あの、無料のプランの方もですね、えー、全メンバー参加のフリートークっていうのをメディアブルで作っておりますので、もうそこで質問していただければ、あ僕か、まあどなたかが教えてくださるので、えー、何でもいいのでわかんないことあったら質問をしてください。あの、 ちょっとわかんないままずっとね、あの、入っているだけっていうのももったいないので、えー、ぜひそこは積極的にいいアクションしていただければと思います。はい、ということで、えー、改めてですね、えー、1周年、えー、記念、えー、ということで、えー、まあ、たくさんの方にですね、参加いただいてまして、本当にありがとうございます。まあ、引き続きですね、えー、皆さんにですね、楽しんでいただけるようなサロン運営っていうのをね、えー、していきたいなというふうに思っておりますので、えー、どうぞよろしくお願いいたします。またこれからですね、参加される方もですね、 えー、まあ非常に素晴らしいメンバーが揃っていますので、まあ僕一人ではですね、やっぱりなかなか全部対応っていうのは難しいんですけども、えー、もうすでにですね、えーまあ、トレードを長くですね、やっている方もたくさんいらっしゃいますし、熟練のトレーダーさんあーたくさんいらっしゃるので、 まあ遠慮なくですね、質問とかをしていただいて、なるべく早くですね、疑問を解決して、しっかりとですね、まあ、勝っていけるような、そういったトレード技術っていうのをですね、身につけていけるような形でやっていければなというふうに思います。はい、ということで、今回ですね、1周年記念ということで動画1本作らせていただきました。最後までですね、ご視聴いただきましてありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。